はい、アタッチです。今日も一日どんどんリミッター外してワクワクだらけでいきましょう。今日も私の新刊って、もう去年の12月に出したんだよな。あのおかげさまで売れ行き好調で、もうちょっと頑張りたいと思います。人もお金も引き寄せる伝え方の魔法を買ってくれた人にプレゼントしているこの有名人100人の伝え方、ここからお話をちょっと一個したいと思いますね。今日浅田真央ちゃんでいきましょう。浅田真央ちゃんはお疲れ様でした。頑張ったね、頑張ったね。でもなんかさ、いや、あの、まあ、あの、いや、これに書いてある真央ちゃんの記事なんだけど、あの、森喜朗の元首相がオリンピック委員の、あの、ほら、ソチで6位に終わった浅田真央さんに対して、あの子は大事な時に必ず転ぶって言って大バッシング受けた発言あったじゃない。まあ、それについてちょっと書いてあるんで話をしたいんだけど、でも浅田真央ちゃんってやっぱりさ、まあ別に俺は関係ねえ立場だから何言ってもいいんだろうけど、ちょっとやっぱり線が細い感じするよね。あ、何なんだろうね。いや、もちろんものすごい選手で、ものすごいプレッシャーに打ち勝つ強い選手なんだけど、なんかちょっと線が細い感じしない？あの、キムヨナ韓国のとかに比べるとさ、なんかキムヨナとかってものすごいふてぶてしくてさ、みたいな、なんか、飛んじゃうよ、ジャンデーみたいなのあるけどさ、ただのイメージ俺の、浅田真央ちゃんって、大丈夫かしら、頑張りますみたいな、なんかそんな感じしない？勝手な妄想かな。まあ、それは置いといて、いや、その話はね、いや、それで森さんが、森元首相がそうやってね、発言しちゃって、もう国民あっちこっちから大バッシング受けた後に、浅田さんが記者会見で、あの、森会長の発言をどう思いますかって聞かれた時なんだって。その時ね、浅田真央ちゃんがね、多分森さんがああいう発言をしてしまったことについて、森さんは今ちょっと後悔してるのではないかと少し思っていますって答えたんだって。いや、これはなんか大人の伝え方なっていうか、優しい対応だなと思って。いや、だってそこでさ、浅田真央ちゃんも本人もさ、やっぱりあの発言には私も少し傷つきましたとか言ったら、もう森さんの逃げ道なくなるじゃん。もう世間から大バッシング受けてる後なんだから。そこで、森さんはちょっと後悔してるんじゃないんですかねみたいなことを言ってあげることによってさ、なんか森さんの逃げ道があるというかさ、ちょっともちろん内心ムカついてたと思うよ。でもその相手にちょっとこう余地を与えてあげるというかさ、真剣になってガーとか言ったんじゃまたガーって帰ってくるっていうか、揉め事になるだけだからさ、というふうに言ってあげられるのは偉いよね。いや、だから、まあまあまあ、私たちが学び取れることは、こう、なんだったらちょっとカチンときて追い詰めたくなる相手を追い詰め切っちゃダメってことだよね。逃げ道を与えてあげるっていうのは大事ってことだよね。いや、なんか森さんもね、この話に関して言うと、それを受けて森さんがね、また別の場所でね、ものすごく反省していると、ものすごく孫や娘から怒られてると言ったって、まあ森さんも悪かった、本当にっていうのを、まあまあまあ、返したって、まあまあ話がついてるんだけど、だよね。俺も案外、俺、激詰めして逃げ道なくすまで俺は詰めないけどね。あの、まあ、一時期よく話したけど、俺のお金を持ち逃げしてる人がいっぱいいるんだけど、俺の周りに。そいつらをもう、地の果てもまで追っかけてさ、なんだったら探偵とかつけて探し出してさ、首根っこ押さえてさ、てめえ返せみたいなことを言うことはできるよ。でもさ、そんなことしてもしょうがねえじゃん。いつかまた現れて、あれさ、あの時悪かったと。また、悪気があって持ち逃げしてるわけじゃねえからさ、その人たちもさ。あの時は悪かったと、金が頑張ってできたんで返しに来たって言ってくれるのを願ってさ、願ってつか、まあ、祈って、どっちでもいいや。逃げ道は与えきんないけどね。あ、逃げ道は与えるって言わないんだけど。でもさ、反面こんな話もあってさ、俺の知り合いなんだけど、まあ、とある方で名前は言わないけど、その人と、まあ、ちょっと、ある軽い、こう、お互いの誤解があって、まあ、仲のいい関係なんだけど、ある誤解があって、ちょっとこう、その人が、あの、ちょっとこう、俺のことを、あれ、シャーンみたいなことがあったのね。その時、その人、いや、もともとそういう性格だったのは、うすうす分かってたんだけど、もう、朝の5時くらいから、延々電話が何度もかかってきて、
で俺その時留守電だったんだけど、開けてみたらものすごい数の留守電が入ってて、足立さんちょっと早く連絡くださいみたいな。それで開けたらメールも山のように届いてて、しかも俺が朝オフィスに行ってみたらもうオフィスで待ってて、どういうんですか今回の件はみたいな。いや、でもちろん説明して誤解だったんだねって分かったんだけど、でも俺それ以来、あ、この人に対しては絶対なんか誤解を与えるようなことをしちゃダメと思って、その人の扱いをものすごく気をつけるようになってるのね。これはだから逆にもう逃げ道がないくらい追い詰め切ることによって、あの人を怒らせてやべえっていうのを植え付けるっていう逆の戦法なんだろうね。逆も真なりかもしれないね。まあ、キャラか、人間のキャラか。でも俺はなんかその激詰めして恐怖心を追いつけて二度と粗相のないようにさせるとかいうのはなんか俺のキャラに合わねえし、俺はそういうことじゃないよね世の中はねっていう 方だけどね。まああなたはどっちでしょうか。まあでも激詰めすんのやめよ人、こう振り上げた拳はちゃんと落としどころがあるところに振り上げようよみたいな感じ。まあちょっとぐだぐだと関係ない話になってしまいましたが、まあ浅田真央ちゃんに学ぶ相手を多めに見てやって許してあげるみたいなことか。うん、頑張っていきましょう。私でした。